え、カレーライス一杯いくらなんですか？一杯1500円とかちょっと高めに。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!その中で僕がその3日間ぐらいの中で感じたのが、まあ、経営者として僕自身も不安になって、うん、で不安なんだけど体が疲れないから不安だから30分とか1時間で起きるんですよ、はいはい、ほぼ寝てないんですよ、ほぼ悩んでるんですよ、はい、だからなんかあ俺やばいなって、はい、久々に思ったんですよ、はい、その要は病んでしまうみたいな鬱になってしまうみたいな、はい、やばいな俺って思って、はい、でもこれってみんなそうなんだって思ったから、うん、やばいってこれすぐ仕事しないといけないわと思って、うん、要は今までのペースみたいに忙しくて疲れたから寝てしまって、うん、でも仕事の中でなんか良かったよって褒められるから気持ちよく寝れるわけじゃないですか、うんはいはい、で次の日なんかあの回復して今日も頑張ろうって、うん、でまた疲れるでも褒められたから、まあ、時には嫌な仕事もありますけど怒られてとかへこんで、はいうん、でも ほとんど毎日よかったよとかってリアルに言われる世界なんで、うん、飲食店なんで僕ら現場に行くんで、うん、でやっぱそれ取り戻さないといけないなと思ったんでもう速攻を自分のところで EC サイトを立ち上げてですね、はい、まずやったのがもうとりあえずインスタで無料配信して、はい、とリモートヨガとか、はい、まあそれこそリモート温泉とかやって、はい、女の子風呂場でマッサージ場であのインスタライブしたりとか、はい、なんかいろいろやったんですよ、はい、そういうようなことその家にいようみたいな感じだったんで、はい、集まれないんで、うん、無観客ライブもできなかったんですよ、うん、その世間の、ね、世間体的に、うん、で無料でやってもしよかったらチェキとか買ってくださいねとかって言ったら、うん、まあ応援してくれてたんで、はい、まあそこですごくチェキたくさん買ってくれたりとかまああのあとチップももらってたんでチップも買えたりするんでその配信した人が見て、まあ、チップをその EC サイトで買ってくれたりとかしてですね、っていうようなこととかをやられてたんですね、まあ、4月5月で5月に関しては無観客ライブやって、はい、そこで要は1ヶ月ぶりに急に僕らからしたらその歌とかダンスとか奪われた感覚じゃないですか、はい、まあ、お客さんいないんだけどまあなんとかステージに立ちたいということで、うん、無観客ライブを5月にやったんですよ、はい、でまあそれとかもすごく喜んでいただいてで今度次、まあ、お客さんと会える時間っていうのを提供したいなと思ってですね、うん、でその時にお客さんに会う行為っていうのが、うん、なかなか見つからなくてでちょっともうこれしかないなと思ったのが、その要は飲食店が店内で食べれないけど、テイクアウトは OK っていう時期ってあったじゃないですか、はいはい、自粛中、はい。それと同じことやったんですよ。で、うちの女の子にカレーライスを売らしたんですよ。で、カレーライスをテイクアウトだったらできるっていうことで、はい、お客さんにお店の前まで来てもらって、で、カレーを配って、その時に、あ、元気とか言って、うんうんうん、まあ、ちょっと喋れる機会を作ってみたいな感じのことです。まあ、それでもその、そんなこと今やるんですかとかって言われて、すっごいいっぱい DM 来ましたね。え、カレーライス一杯いくらなんですか？一杯1500円とか、ちょっと高めに。高めに。なんてことない普通のカレーライスなんですけど、結構みんな来てくれて。なるほど。はい、でその時にプラス無料で洗車もしますっていうのもやったんですよ、で女の子が洗車して水着で、うん、っていうのを水着だ水着だって、はい、っていうのを面白いな。でもね、4月緊急事態宣言、4月5月でやっぱすぐその日に手を打てるっていうのはすごいですね、はい、そうですね。まあその本当に EC サイトをやったことなかったんですけど、8日間ぐらいで作ってもらって、うん、すぐにで、無観客ライブとかの、プラットフォームを見つけて、うん、で、できるところを見つけて、やったりとかして、なんか、生きていけないというよりも、この空気、やばいぞ、みたいな、やりましたね。で、その2ヶ月の間に、オリジナル楽曲とか作ったりとかして、負けないで、みたいな、ノリの歌作ったりとかして、それは4月の時で、まだ会ってない時に作って、で、みんな、それぞれ、自宅で録音してもらって、で、編集誰かがして、40人みんなで歌ったりとか、あ、歌ったっていうか、それを YouTube 上げたりとか、まあ、そういう活動は、とりあえず止まったらダメだな、と思って、みんながこう好きなことの中でなんか一生懸命こう活動に没頭できる時間というのは、まあ、作ってあげないといけないなっていうのは、こういうと不謹慎かもしれないですけど、急にそういう世界的にこういうなんか状況になって、はいはい、でもなんか
物語というかゲーム的な感覚で言うと、はいはい、こう来たかみたいな、はい、あります。なんかちょっとスイッチ入る瞬間なんかありませんでした、はい、そのままでいったら、はい、まあなんだかんだこううまくいくのが見えてる状況の中で、はい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 、でもまあいつか何かは起こる可能性はね、うん、もちろん経営してるのがあるんですけど、ね、はい、このパターン想像してなかったぞみたいな、はいはいはい、なんか結構その、はい、衝撃が僕もなんかすごい感じて、はい、そうき、あ、ねえ、ウイルスみたいな、そのパターンでダメージというか、はい、状況が変わるっていうのが来るとは思ってもいなかったので、はいはい、そうですよね。そう、これどう生き延びるかっていうのを考えたときに、うん、確かに、はい、やばいと思いながらも、なんかワクワクじゃないですけど、スイッチを、よし、はい、みたいな、絶対生き残るぞ、はい、みたいな。うちとかは、ちょうどタイミング、よくもあったんですけど、はい、緊急事態宣言のタイミングで、じゃあ、ここから売り上げをいろいろ立てることやろう、みたいな、はい。近いもんも、なんか近々やろうと思ってたものです。りょうたさんお友達ですよね。はい、同い年ですかね。いや、ガクトさんの方が下じゃないですかね。ああ、そうですか。はい、の本を出してて、はい、その特装版っていうんで、はい、ガクトさん自身に朗読をしてもらって、はいはいはい、その CD 付きの本を流通通さないで自社の EC サイトを作って、はい、特装版っていうんでハードカバーのと CD 付きで1万1000円っていうんで、はいはいはい、4月の本当それこそ緊急事態宣言ぐらいの日に立ち上げて、はいはい、でも初日で2000枚ぐらい売れてくれて、はい、流通通さないから丸々入るじゃないですか、だからそういう意味ではなんか、なんかちょっと助かったみたいな。でもなんか普段やらないこととかをそこでまで頭がこう、じゃあこういうことやってみたらどうだろうとかっていう、そういう意味ではなんか結果的にいいというか。いや、もうそれはもう全く一緒ですね、僕も。本当そうです。だから僕も普段がうまいこと言ってるから、未来のことで挑戦したいなっていうのはあったけど、挑戦するにはリスクあるじゃないですか。で、投資と、なんか時間と、はいはい、で、それに対してどこまでも儲かるのかっていうのが見込めないから、はい、普段見込めてることに対して時間とか投資とか使うのは結構使えるじゃないですか。はい、でよっぽどそのダメになった時に、はい、いわゆる配信ですよね。配信で、要はその投げ銭をもらったり、はいはい、入場料をもらったりとかっていうのとか、まあそれこそ僕ら出た EC サイトの中で何かこれをどう売ったらいいのかとかっていうのも、そのやらなかったことっていうのが結構出来上がってしまう。なんですよ。で、意外と、例えば僕ら六本木で、アイドルじゃなくて、アーティストっていうので、要は、ある種やってるところってあるじゃないですか。はいはい、ある意味、チェキって、ダサいなっていうところって、何でもわかります？あるじゃないですか。まあ、なんか、秋葉原チックなイメージです、ね。そうそうそう。例えば、そこってちょっとダサかったりするじゃないですか。うん、でも、意外とやってみたら、なかなか僕らって、実際に文字をこうやって、その人一人のために文字をこう書いて、お礼を言ったりとかする場面ってなかったから、これってこんなに喜んでもらえるんだっていうこととか、それができた場面っていうの、一個できたことも、ものすごく強みなんですよ。それこそ僕らが、その昔、メールとかがなかった時に、たくさんお金使ってもらった人とかに、お礼で手紙書いてたっていうのは、すごく効果的だったんですよ。それに近いものがあるなっていうのは、分かってなかったことが分かったし、あとそのカメラ使って、デジタルで配信させていくこととかも、やっぱりすごくこれからもっと挑戦していきたいし、っていうのは、コロナじゃなかったら、いつまで経ってもやってなかったと思いますね。はいはいはい、でこれは平和な世界に戻った時に、プラスアルファとして乗っかるんで、はい、その、ものすごく今のこのコロナのに対して、俺絶対復讐してやるっていう、はい、なんかこう、もうメラメラと投資はありますよね。はいはい、なんか、うちの店、コロナの前まで、まあお店っていうのはまあ1日ショー3回あって1回のショーで100何十人入って店の売り上げとかも1店舗で1億2000万とかあったんで、まあほぼ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 そのマックスだなと思ってたんですけど、全然まだいけるなっていうのはすごく思ったんで、まあそんなにお金儲けしたいわけじゃないですけど、まあなんか、なんとなくそういう、やってやるっていう、まあ投資はすごくありますね。まあ今はこう、耐えながら、はいはいはい。もっと研究して、今新しいことに取り掛かっていることを、もっと強くなるために投資もするし、力も入れるし。じゃあその今あるものを、よりそのブラッシュアップして、はい、そのまあ限界を決めずに、結果を出していくっていう。はい、それ、例えば、プラスその先で亮太さんがなんか見ている、はいはい、
ものって何なんですか？その次やりたいものなのか、こういう世界とか。そうですね。もともとは、コロナの前の話ですけど、ここ100坪なんですけど、ここの 2.5 倍から3倍ぐらいで、10億円から15億のお店っていうのを、僕のもう最後のお店だっていうので、やろうと思ってたんですよ。で、なかなかそういうお店、まあないんで、まあそれは、もしそういう店が現れたら、引き続き、まあ挑戦はしようと思ってるんですよね。で、僕今まで、景気が悪くなったところっていうのは、いっぱい見てきたんですけど、はい、まあそれでも、まずお金持ちはいてるし、で、5000円ぐらい使う人っていうのはいてるんで、まあ今まで10割入ってたのが、まあ8割になることはあるかもしれないですけど、まあそこは挑戦していきたいと思うんですよ。景気がすっごい史上最強悪くなるって言われても、はいはい、なったとしても、まあコロナ自体が終わったら、それはまあ挑戦したいと思っててですね。うん、まあそれと、そのさっき言ったその、まあデジタルの世界っていうのは、プラスアルファで極めたいですよね。はい、もうちょっと。なるほど、なるほど、なるほど。でも物件とかも逆に見つけやすくは、ね、それはすごいチャンスになると思いますね。だからやっぱり本当に飲食店とか、ほんで僕らの場合そのエンターテインメントじゃないですか。多分ですけど、普通の飲食店とかよりも本来悪いと思うんですよ。でその中で、それなりになんとかやれてきたっていうのは、ちょっとさらにやっぱ強みになったというか、うんうね、俺らはやっぱり できるんだみたいな、うん。で、できるっていうのは僕らがすごく人気があるから、本人だけがわかると思うんですけど、できたわけじゃなくて、うん、もう本当に人間力しかなかったんですよ。うんうん、もう本当に、こんな時だから元気出せよとか、うん、もう本当に、もうスナックやってる感覚で、お客さん呼ぶぐらいの気持ちに戻らないと、もうやっていけないよ、俺らっていう中で、やれたっていうのは、本当にそれが、またスタッフだけじゃなくて女の子もある程度そういう感覚についてきたっていう、うん、それは強いですね。その組織、あ、俺らこんな組織として強かったみたいなことっていうのは、うん、なんかすごく強みになったと思うんですよ。うんうん、で僕の場合今大きくやりすぎたんで、固定費がすごくかかるから、うん、まあ大変っちゃ大変なんですよ、うん、事実。そうですよね。でも、それこそ本当に全然普通のお店みたいに、まあ70坪ぐらいの店で、まあ家賃2、300万の店とかだったら、もう全然余裕だっていうのぐらい、みんながその力あるなっていうのはすごく分かったし、うんうん、そのもう今、ダンサーなんかすごくもう大変な状況になってるんですよ、はいはい、本当に、うんうん。ライブハウスとか、で、その中で、なんか本当に、ブランド力とか人気とか、そういうところじゃないところで、もしかしたら世間はそう思ってるかもしれないですよ。まあ、マーレスクなんか、そら、あんだけ知名度あるから、やれるよねって、全然そんなことなくて、本当にサラリーマンとか来ないし、その中で、もう本当に来てもらうために、もう僕ら何でもするよぐらいの中で、ようやったな、すごくそれは。まあでも。自信もついたし。そもそもステージで全裸になってた人だから何でもできますよね。そういうことですよね。そこからなんで。最後の店になると思うんでっていう話をされてたんですけど、はいはいはい、それはなんでその最後っていう、なんか決められてるんですか？まあなんか、もう、今のところですけど、なんか自分の中でもそこを最後と思ってやりきりたいなって思うんですよ。例えばその10億っていう話も、まあ10億っていうのも具体的にすごくあるんですけど、ただなんかどっかでそのブレーキなしに、例えば250坪10億って思ってたんだけど、もう350坪の店しかなくて、最低限15億かかってしまいます。それになんか これやりたい、あれやりたいって言ったから、もう18億になりましたっていう時に、なんかもう最後だと思って、ブレーキかけたくないんで、まあそういう意味もあって、最後かなと思って。自分での、その、本当の意味でのリミッター解除するために、そうです。そうですね。最後と思えば。最後と思って、で、それが、本当にすごいうまいこといくイメージもあるんですよ。完全に。で、その完全にうまいこといくイメージいったときに、まあ、これぐらいの利益が出てっていうことを考えたら、あんまりその次、なんか今のところはやりたいことがあんまりなくてですね。まあ、誰かのために、今まで頑張ってきてくれてた子が、なんかもう僕も男なりたいんでとか、僕もプロデュースしたい、僕も経営者なりたいんで、ちょっと手伝ってくださいっていうことに対して、じゃあお前やったら、もう失敗してもいいから、これぐらい投資してあげるよとかっていうのはあるかもしれないですけど、自分がなんか、すごいのを作るっていうのに関しては、うん、まあそれができ
ったら、なるほどね、はい。てかそれを、まあ5年とかなんかあっという間ですから、うん、5年とか10年かけて、それこそクレイジーホースで60年ぐらい、ムーランルージュで100年以上歴史があるんですよ。はいはい、10年かけて、その15億のお店を、まあ僕、世の中にいないかもしれないけど、30年後、50年後、あるようなお店、うん、今で持っていきたいですよね。頑丈なお店に。じゃあその想像しうる限りの最強のものを作った上で、あとはそれを100年とか続くようになることを見守るみたいな感じなんですかね。はい、へえ、すごい。そっか。でもなんかその、これが、まあ、格闘家で言うとこの引退試合になるかもしれないみたいな感じでの、はい、死んでもいいから、はい、最後そこに焦点を合わせてみたいな感じですよね。そうですね。すごいなぁ。だから、うちの店、レオナルド・デカプリオとかも来たことあるし、あと、ジャスティン・ビーバーは2回予約あったんですけど、2回ともドタキャンされて、貸し切りまでしといて、予約されたんですけど、できんですね、まあ、そういう人とか。あいつできんでしょ、ね、そういう人とかも、まあ、今で来るから、まあ、もっと来るイメージもありますし、そんだけのものを作り上げたら、うん、だから、本当それ以上っていうのがそんなに見えてなくてですね。Don't forget to always walk on the wild side.